はい、シローです。今回もねまた久しぶりの動画になってしまいましたけれども今回のニュースはですね結構規模が大きくてですね、えー、タイトルにもありますけれども中部県水素利用協議会3県1市および経済3団体と連携ということなんですけれども大規模水素社会実装に取り組みに向け取り組みを加速ということなんですが これだけの会社ですね。1、2、3、4。1、2、3、4、5ですから、まあ、20として2-2で18社ですよね。いずれも大きな会社です。まあ、ここのマークでわかる方もいらっしゃると思いますけど、私ね、ちょっとわからない会社だけは自分でちょっと調べたんですけど、これ、いでみつは、まあ、代表的なのはガソリンスタンドですね。岩谷はガスのメーカーです。 で、エノスもこれガソリンスタンドですね。やっぱりエネルギーとして水素ステーションをどんどん作ろうというところですね。川崎はもう川崎重工だと思います。で、あと住友掃除、これ商社ですよね。で、JFE はこれあの鉄鋼会社ですよね。で、セントレア、これはチューブの方はね、すぐわかると思うんですけど、私わかんなくて名古屋空港でしたね。はい、すごいですね。名古屋空港も。だから、これは今後はですね、 飛行機がどのように水素を使っていいいくかととうことだと思います水素エンジン、水素ジェットエンジンというのは、まあ、今開発中なんですけども、まあ、着々とね、そういったところの運用に進んでいくのかなという形です。チューブ電力、これはもう電力会社も間違いなく、この水素発電というものにね、これから入っていくでしょうね。水素ガスを使って火力発電を回していくっていうのは、もうこれからはね、欠勤の問題だと思いますね。はい。で、千代田コーポレーションというのは、これ、あのー、 メチルヒクロヘキサンというところですね、えー、千代田加工というところの会社なんですけども、あの水素をです、ねえー、保存する会社、あの保存する会社じゃなくて、保存する方法をあの非常に強みを持っている会社ですよね。こ、はい、この会社も水素に関連して、えーこれね、中部圏の中にこう入っていくということなんですよね。もう横浜とかで実験的にこうやってはいるんですけど、やっぱり規模が全然小さいので、 やっぱりこうエネルギーをいろいろ使うところとこう組んでいかないとなかなか難しいだろうなと思います。ビジネスを、ね、大きくするのは。で東方ガスはまあガス会社さんですよね。トヨタもまあご存知の通り車で有名ですけど、いろんなことをやってますね、実はね。まあ、水素エネルギーとしては燃料電池車を使っているということです。でトヨタ通商さんもトヨタとトヨタの別会社というかね。 グループ会社になると思いますけども、商事会社になります。で、これ分かんなかったですよ。DBJ っていう。これね、アメリカにあるパイプの、パイプラインとかを作ってたり、バルブを作ってたりとかですね。その会社ですね。で、今後、やっぱり燃料として水素を使っていく場合にガスなので、パイプラインの技術っていうのがすごくいると思います。バルブですとかね。これ水素というのは、あの、金属を腐食させる いうことが多くてですねそれに強いパイプとかバルブっていうのが必ず必要になってきますのでそういった技術として典型するのかなというところですよね 100%, 100日本の会社だけではちょっと難しかったんでしょうねで日本スチールこれも、えー、鉄の会社ですねで鉄の会社っていうのはここでもちょっと言い忘れたんですけど製鉄をする時にかなりの水素が発生するということですよね それを使ってやるというところもあるでしょうし、まあ、あのさっきの,、ね、このバルブに対するものですよね、水素に強い金属っていうのを、ね、これからもあの作っていかないといけないですから、そこの部分でも大事なんでしょうね。で日本総研っていうのは、これはあのいろんなことやってますね、えー、IT ソリューションとか政策決定とか、ですねこれは政府に対してのいろいろな提案をやっていくところでもあると思います。 かもしれませんホームですとかね、法律をちょっと作っていったりとか、インフラを作るときにどうした方がいいのかですね、いろんなことをやっていくという会社ですね。でエアリキッドっていうのは、これはあのー、酸素の会社なんですけども、まあ、水素をね、例えば水の電気分解で起こしてたときに、まあ、酸素とかね、水素いろんなことをやってます。水素シェーゼとかも、ね、作ってたりとかもするし、まああのー、ここでは酸素という有名なね、えー、エアリキッド。 水の空気と水って感じになりますけどもね、まあ、いろんなことやってる会社ですね水素関連でも結構いろんなことやってたりします水素発生装置とかあとはあのー、皆さんの目につきやすいところだと医療用の酸素なんかをね供給してたりする会社でもありますねはいあとはですねこの、えー、三井住友銀行と三菱ケミカルですね この辺もではい、それではね、ようやく本部に行きますが、えー、中部県水素利用協議会は、2月21日,日、岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市、および名古屋商工会議所、中部経済連合会、中部経済同友会と、中部県における大規模水素社会実装の実現に向けた包括連携協定を締結したということですね。中部県水素利用協議会は、 中部圏における水素の需要拡大と安定的な利用のサプライチェーンの構築を目指し、水素の大規模利用の可能性を検討する民間企業で構成。現在、井出光興産、岩谷産業、エネオス、川崎重工業、JFE エンジニアリング、住友商事、中部電力、千代田加工建設、東宝ガス、トヨタ自動車、トヨタ通商、日本製鉄、日本総合研究所、えー、日本総研ですね、これはね。 日本エアリキッド、三井住友銀行、三菱ケミカル、中部国際空港、日本政策投資銀行の18社が参加しているということですね。日本投資政策投資銀行っていうのはどれでしょうねうーん。政策投資銀行、これも入るのかなあ、これがそうなのかもしれないですね。DBJ。ちょっと違う会社を検索したかもしれません。申し訳ありませんでした。 であの今ね、ちょっといろいろ調べてて分かったんですけどね、このニア日本エアリギットもですね、社長さんは外国人です。ということもね、いろいろちょっと考えた方がいいところですよね、はいで。2050年のカーボンニュートラルを目指す中で、水素社会の実現は重要な役割を担っており、大規模水素のサプライチェーン構築に向けては、政府、自治体、経済界、産業界が一体となった取り組みが必要となっている。 中部圏は多様な産業が広く展開しており、CO2 削減、水素需要のポテンシャルが大きく、産業構造、エネルギー転換及びサプライチェーン改革を図っていくためのモデル地域として最適であると考えており、志を同じくする3県一市経済3団体協議会にて協定を締結し、 中部圏における大規模水素社会実あの最近ね皆さん肌身に感じて思うところがあると思うんですけども寒くないですか単純にいつもよりもすごく寒さを感じませんかねねで単純にですねエネルギーの需要エネルギー費光熱費っていうのが通常の年よりもかかって いいると思いませんか灯、ね、油代、えー、エアコン代電気代としてねこう跳ね返ったりとか単純にそのエアコンね熱をかけてるまあエアコンとかですねその電熱をかけたりとかうーんガスなんかもねガス代なんかも結構跳ね上がっちゃったりしてるお家って多いと思うんですけどどうでしょうかね で、これね、あのー、建築なんかもこれ入ってくると、これから思うんですが、あのー、北海道とかね、東北なんかの家っていうのは、えー、断熱もそうですけども、セントラルヒーティングの家が多いんですね。で、セントラルヒーティングって一見お金がすごいかかりそうな気がするんですけども、まあ、当然ね、建築費なんかも結構かかったりします。あのー、お湯を通してですね、部屋中を、 家の中を全部ですね、そのお湯が通っているところ、これは全部なんですけども、同じ温度にして、一定の温度でですね、ずっと過ごせるということなんですよね。だから、冬の間はですね、えー、暖房をつけっぱなしになります。だから、よくね、北海道なんかの家では、半袖で過ごせるなんて言ったりするんですけども、これ、海外なんかでもね、結構常識な的なお家の作り方なんですよね。 ただ日本ではそういったノウハウが案外少ないということもありますし、この間ね、ちょっと見てた YouTube でですね、ロシアの人たちが言ってたんですね、ピロシキーズってね、有名な、まあ、知ってる人は知ってるかもしれませんけれども、方が言ってたんですけどね、日本の特徴としてですね、まあ、ロシアなんかもね、当然そのセントラルヒーティングのね、お家が多いんですけども、日本の家は壁が薄いと。壁は断熱材があんま入ってないんですよね。 で壁が薄いからいろんな音も聞こえやすいっていうんですけど、これあの、暑さ、寒さもですね、やっぱりこう通しやすいんですよね。うん。だから、そこら辺の家の構造っていうのも全然やっぱり、その寒い地域と違うので、これからでやっぱり作る家っていうのはそういうのが出てくるだろうなとは思います。だから長い間使えるんですけど、一見組あの、作るのにすごいお金がかかるというところでしょうね。はい。そういう地を、 まあ買える人は買うでしょうけれども、まあ、借りるっていうふうになってくるのが多いかなとは思ってきますね、これからね。で、アパートとかマンションとかも、まあ、順次そういう作り方になってくるだろうなという気はします。はい。で、中部県水素利用協議会では、中部県大規模水素サプライチェーン社会実装推進会議を設置。今後、水素サプライチェーンの社会実装に向け、3県1市及び経済3団体と水素の輸入、貯蔵、供給、 利用を促進する水素の利用促進、利活用促進に資する取り組み、その他、水素社会の早期実現のために必要な取り組みについて連携を図っていくということですね。でやっぱり水素社会の実現について、まあ、さまざまな会社ですよね。で、この会社がやっているいろんな事業、 においてその水素があの利用されてくるというふうに考えていくとやっぱり面白い展開というかもう本当にあの自治体も含めてですねあのものすごく大きな流れで、えー、変えていかないとなかなか水素社会っていうのは実現しないよっていうことですね今の段階ではやっぱり燃料電池車と水素を使う水素ステーションという部分がねどうしても大きく出てきちゃうんですけども 先ほど言った水素っていうのはですね、暖房にも使えるわけですね。要するにガスとして使えるわけです。だから、まあ、岩谷さんももちろん入ってきますけども、中部電力も入ってくるし、東方ガスさんも入ってきますよね。ということで、えー、今あの、そうですね、エ、え、ネ、ー、ファームとかを入れているお家があると思うんですが、あれがですね、水素完全に100%に転換していく可能性というのは十分考えられますよね。 ガス管を今後は都市ガスの中身を変えていくと。これ d b j は違うかもしれないですけどね。あの、こういう日本製鋼とかですね、JFE さんが作る水素に強い配管というのをね、やるかもしれませんし、あるいは、今各家庭にですね、太陽光発電というのがどん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 設置されていってるんですが、それの一部を水素に変換する。 っていうのも結構簡単にできるのかなとというこでですよねで今度はじゃあ水素を貯めておくタンクっていうのがそれなりに各家庭に必要になってくると思いますのでそこら辺の部分も岩谷さんとか、まあ、トヨタさんなんかがねもう車用として作ってはいますけども車というのはね衝撃に強くないといけないのでより強固なそういう水素タンクっていうのが必要なんですがまあ家庭用となるとねまあ確かにこう丈夫ではないとまずいんですがそれほど 圧力をかけたりとかあのしなければ、そんなに強いね、えー、タンクっていうのは、衝撃に強いタンクっていうのはいらないかもしれませんし、家庭用としてはですね、まあ2、3日のそれが持てばいいという発想でいけば、そんなに大きなものはいらないのかなっていう部分とかですね、やっぱり家庭用のそういったタンクの需要っていうのがね、これからどん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 出てくると思いますので、そういったところの開発もね、まあいろんな会社がこうやってこう重なってきているので、 川崎重工さんなんかはねこう水素を大量に持ってくるっていうのもねあの水素フロンティアっていうオーストリアからの活ンからの水素製造でやってきますけどもまああの一部にはね原子力を動かして水素あの燃料あ原子力を動かして水の電気分解を行ってですね大量に水素を発生させるっていう計画も やっぱあるらしいので、原子力の再起動っていうのはですね、やっぱり必須になってくるかなと思います。電気を作るんじゃなくて、水素を作るために電気を回すっていうところですよね。うん、だから、そういったので、いろいろとこう、これからもね、出てくるんじゃないかなと思います。はい。ということで、えー、まあ、こちらの話はね、これぐらいにしてですね、まあ色々、ね、いろいろとう燃料の話っていうのは、いろいろこれからもね、えー、深刻になってくる話ではあるので、 もっと深くも話をしていきたいんですけども、今日お伝えしたいのは、ですねあの今、今日は2月の24日になるんですが、手に入る人は、ですね今すぐにでも2月23日の日本経済新聞を買ってください。そこにですね567とちくわに関する意見広告というのがあります。 地方紙では、ちょくちょくですね、えー、発表されてたんですけども、そこにですね、とうとう全国紙で、ちくわとコロ567に関してですね、まあ、これ、本当に言いづらいですね、なんかね、あのー、直接こう言いたい部分なんですけども、あのー、意見広告が載っております。で どちらかというとお子さんに向けて今回のですね5歳から11歳のちくわを食べさせるかどうかっていうところですねまあ圧力がこういろんなところからかかってきてますけども実際に決めるのはね親御さんだと思うんですよねで親御さんにぜひあるいはお孫さんとかでそういう年齢の方がいらっしゃる方がいたらぜひですねそれを見てからあの判断してほしいなと思います 私自身はもうね、ここ場に来て、まあ、賛成でもないし、反対でもないという立場です。まあ、もちろんね、それを読んだらどういう立場になるのかっていうのは、まあ、火を見るより明らかなんですけども、まあ、とにかくですね、そういう全国紙が動いて、えー、出してきたということなんですね。これ、驚くことにですね、5000万ほどの広告費を払って、個人が、まあ、もちろん会社をやってるオーナーのさんなんですけども、あの意見広告を載せたということなんですよ。 で載せるまでにもですね、いろんな、そのやっぱり文書のチェックとかあの、あったらしいです。で、これに対してですね、地方紙で、えー、働いている方がですね、非常に驚いたらしくてですね、まあ、まさかね、日経新聞がそこまでやるかっていうところに、い驚いたそうです。で、これね、あの地方紙でもね、やっぱりいろいろとあの動きが出てて、 まあ当然これを知ってる人ってている人で,す、ね、であのなんでうちの県でその意見交換を載せないんだとねメリットばっかり載せてマイナス部分を載せないっていのはおかしいじゃないかっていうもともと新聞ってそういうところだったんですけどねでももし載せないんだったらあんなところの新聞取るのやめるよっていう講義が数件来ただけで、えー、載せるよっていうふうに動いた地方紙っていうのもあるそうですね。 うん、まさに、その、ある、その、YouTuber さんのコメントに来てた、地方紙のね、えー、社員さんがそういうことを告白してたっていうところもあります。だね、世の中、まあ、なかなか情報を取りに行かないと、日本経済新聞なんか取ってないよっていう、かそういう方もいっぱいいらっしゃるとは思うんですけども、私、買いましたからね、あの、180円で買えます。そんな高くないです。で、ぜひ、それを見てですね、どう思うかっていうのをね、よく考えてから、あのね、ちくわ、 ですね、えー、を食べるかどうかっていうのは特にお子さんですよね。うん。まあ3回目を食べる人もよく考えてほしいですね。またね、このところですね、救急車がすごい多くなってると思いませんかうん。都会に住んでるとそう特にそういうふうに感じると思うんですけども。まあ、本当にね、そういう部分で今は本当に戦争中だなっていうふうに私はすごく感じておるところです。 はいまあ、これ以上話すのいろいろとまた面倒くさいので、えー、これぐらいにしときますのでね四、えー、つ部さんにもねいろいろと目つけられちゃうので、まあ、これぐらいにしときます。はい最後までね聞いていただいてどうもありがとうございます。